どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、メルペイスマート払いで、50% 還元キャンペーンっていうのがね、来ましたので、本日はこちらをね解説やっていきたいと思います。まずねこちらキャンペーンの概要なんですけども、メルカリの商品を、メルペイのスマート払いで支払うことによって、50% ね還元を受けれるキャンペーンというふうになっております。でこちらね上限が、1000ポイントっていう風になってますんで、対象支払い金額は2000円まで、利用することができます。で期間が、6月30日までっていう風になってますんで、まだね5月の中旬ということをしばらくね利用できるかなっていう感じですね。でこちら支払い方法なんですけども、ちょっと後でね解説しますけども、ペイのスマート払い設定で支払うっていうことが条件になっております。でこちら対象外もありまして、メルカリスマート払いをメルカリで利用した方っていうのはねこちら対象外、さらにクーポンをね利用すると対象外になってしまいますんで、まあ、こちらね注意してください。もらえるポイントはメルカリのポイントとして付与されます。まあメルカリの付与、ポイントなんでメルペイの ID とかでね利用することができます。こちらもね後でちょっとね解説します。メルペイスマート払いっていうのは、メルペイの、後払いの、サービスなんですよね。自分が設定したね金額をまあ利用することができるサービスで、利用した金額を、来月ね精算するっていう形になるんですよね。ですんでまあ後払いサービスっていうことなんで手数料がかかるようにね、思われる方ね結構いらっしゃるかと思うんですけども、こちらね残高払いだとこの後でね精算する場合でも、手数料はかかりませんので、もうこれがね、銀行の ATM とかねコンビニ ATM で、支払ってしまうと、300円ねかかってしまうんですけども、残高払いであれば、手数料がかかりませんということなんで、精算方法としては、銀行等々からね、チャージ、まあ、残高精算みたいな感じで、そういう風な精算の仕方をすると、手数料かからずしてね、このキャンペーン乗れるっていう風になります。この2000円分ね利用して、まあ、50% ね、でポイント1000ポイントがもらえる今回のキャンペーンなんですけども、じゃあメルカリでなんか欲しいものありますかって話になりますよね。まあもちろんねある方は全然いいと思うんですけども、まあ、おすすめの購入商品としては今ねちょっと新型コロナウイルスの影響で、まあ、なかなかね今の時期はちょっとおすすめしにくいんですけども、本来は、まあ、ANA のね株式優待割引券とかありますよね。まあああいうものはまあ結構おすすめだったりするんですけども、ちょっとこの時期だとねいつ利用できるかわからないので、今現時点でおすすめとしてはクオカードとか各種、飲食店等々の、株主優待券ですね。まあこちら、まあ、クオカードとかねこういうスカイラークの株主優待券っていうのは、まあ、そのまま金券みたいなものですよね。まあ、そのまま利用して、まあ、そのままその同等の金額がね、まあ、利用できるっていうものになってますんで、まあ、個人的にはですね、こういうものでね利用すれば、まあ、2000円は使ってるんだけど、まあ、そのままね2000円分ね他のところにね利用できるっていう感じになってますし、まあ、クオカードとかであればね、コンビニとかでもね利用することができますんで、まあ、結構ねおすすめっていう風になっております。こちらねもらった1000円分のポイントのおすすめの利用先なんですけども、今現在ねこのライジンのキャンペーン、多分こちらの動画ね出てる頃にはもうこの案件は終了してしまってるんですけども、このポイントサイト EC ナビ等々のねポイントサイトで行われている、まあ、100% ポイント案件ってありますよね。まあ、こういうものを、利用すると、まあ、購入した金額のねお金がそのままね全額ポイントバック、まあ、100% ポイントバックでねもらえるみたいなね、案件も、定期的に出てますんで、まあ、こういうのを利用していただくと、まあ、さらにね1000円分のポイント、まあ、今回のメルカリのポイントは ANA マイル JAL マイルには交換できませんので、まあ、こういう 100%、案件でね利用することによってねポイントサイトにポイントを戻すみたいな形にしていただくと、JAL マイルとか ANA マイルとかにね交換することができますんで、まあ、個人的にはね、まあ、そういうのにね利用していただくのが、まあ、ANA マイル JAL マイルに交換できますんでねおすすめっていう風になっております。まあそれ以外にもですね、普通にコンビニ等々、まあスーパー等々でもね、この ID っていうのはね、使えるようにね、結構なっておりますんで、まあもしね、利用する予定がね、どっかであるようであればね、そちらで利用するのはね、いいと思うんですけども、まあそういう方法もね、あるっていうことだけ、まあ覚えておいていただけたらなと思います。
で最後になんですけども、今現時点でこのメルカリ、メルペイね、やったことない方、まあ、いらっしゃると思うんですけども、メルカリではですね、紹介制度、ありますので、もしねログイン時に、紹介コードを入れると、さらに500円分のポイントがねもらえるキャンペーンね、まあ、これずっとやってるんですけども、今もねやっておりますんで、もしね、メルカリメルペイ一回もやったことないよっていう方はね、こんな感じで、ログイン時にね、紹介コードを入れていただくとさらに500円分のポイントをもらえますんで、もしねやったことがない方っていう方はね、500ポイントねゲットしていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、メルペイスマート払いね 50% 還元キャンペーンね、紹介させていただきましたけども、まあ、このね今日説明させていただいたルートをね組んでいただくと、まあ、間接的なんですけども、一応ね ANA マイルを貯めることもね、まあ、できますし、まあ、2000分の商品を、まあ、購入してね、そのまま2000分利用できるねクオカードとかそういうものを購入すれば、余計なものをね買わずして、まあ、利用できるものをね購入することができますんで、ぜひね今回のキャンペーンね6月30日までやっておりますんで、メルカリで、メルペイスマートバレーね利用したことない方はね、ぜひね、参加してみてはいかがでしょうか。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。